時刻は6時57分です。 さあ、次第代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。まあ、まず端的に GDP 速報出ましたけど、はい、ご覧になっていかがでしたいや、あの、大変面白い現象ですよね。面白い。えー、つまりもう内需の沖並みダメなのに、うん、外需、しかも輸出も減ってるのに、ね、輸入の減りすぎで、えー、計算上プラスになるというね。<laughs> えー、これあんまり見たことないですし、<laughs> <んと S 1> ここまで大幅な輸入の減少って、うん、もう十数年ぶりってまあ報道にもある通りはい 私自身がですね、えええ、直接リアルタイムで経験したことがない数字ですね。学部生も含めて経済を勉強してるとにはそ、ね、そうそうそう。あったことがない。そう、昔あったはずなんですけど、別にね、ええ、学生の時、ええ、GDP 速報なんか見てないですからね。そうですよね。あのー、結構見たことがない数字だと思います。なるほど。まあ、後ほどまた詳しく伺っていこうと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなく7時になります。<music> 5月23日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。 4月の貿易統計中国向け輸出不振で黒字額は9割減少 財務省が昨日発表した4月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は604億円で、3ヶ月連続の黒字維持となりました。しかしながら黒字額は前の年の同じ月と比べて90.3%の大幅減となっておりまして、中国経済減速の影響による中国向け輸出の不振や、原油価格の上昇による輸入額の増加が影響したと見られております。 と、まあ、各紙がこうやって解説をしておりますが。はい、まあ、あの、黒字額、う9割減少といってもですね。えー、この貿易収支自体が、もうプラスになったりマイナスになったりしてる、ので、えー、まあ、これ、大きく触れやすい数字なんですよね。はい、で、えー、さらにですね、 本来であれば、あまあ日本の場合すでに財の貿易、はい、つまりあの、形がある商品、うん、えこの貿易っていうのは経済体制の中でコア、中心の役割を占めてないんですね。はい。え日本の場合ですと、一つはやはり形状収支。形状、うん、収支っていうのは、こういった物の,の取引だけではなくて、サービスの取引。はい、えそしてもう一つは、 投資の収益、うん、こういった部分を加味する。はい、だんだんですね、日本って物作りの国ではなくて、ええ、正直に言うと、金貸しの国になってます。金貸しの国はい。はい、海外から稼いでる黒字の多くがですね、ええ、海外に投資した、はいまあ、そういった資金からの配当であったり。うそういった投資の利益というのが、 海外と日本の関係でいうところの日本の稼ぎになってるんですね。はい、で、えー、この体制ってもう2000年前後から明確ですので、はいうん、そろそろみんな慣れようよ。<laughs> それこそデフレで日本の中で投資してもうま味がなかった時にガンガンそこま出たっていうガンガン。そうですね。で、えー、その時の蓄積から、まあ、配当を受け取ってるっていう経済なんだ。 はい。ただその一方で今回、中国向けの輸出が急速にブレーキがかかった。んですね。はい、で、中でもこれ半導体関連製品が多いんですけれども、うん、これ、二つの側面で考えなければいけない。と。一、はい、つは中国が半導体について、うん、えー、ま内製化、つまり国内生産化をかなり推進していると。うん、で、えー、これは、 今になってみると大変わかりやすい措置で、はい、えー、アメリカがですね、この対中規制というのをかなり引いていますから、はいえー、それを、ま、事前に、まあまあ来るだろうな、ということで、うん、だいぶ、まあ、移行を進めていた、これが一つあります。うん、で、もう一つはやはり中国の景気自体がですね、というか経済成長自体がですね、 もう、かつてのような花々しさを失ってると。うん、で、えー、だから中国終わりだっていう話ではなくて、はい、これって、途上国から先進国になった経済が、必ず経験するんです。つまりは、日本で言えば、1960年代、はいえー、ま花々しく成長していたわけですよね。えー、それに急ブレーキがかかる。うん、日本の場合は、 間にオイルショックが挟まったので、はいえー、なんかオイルショックのせいだみたいになっちゃってますけれども、はい、そうではなくてですね、うん、一番最初経済発展の最初の段階って、田舎あというか、まあ、地方の、うん、どちらかというと古い産業体制とか、はい、え農村から、うん、工業地帯とか街に人が移動すればそれでもう勝手に経済成長なんですよ。<laughs> だけれどもそのうち今、 えー、農村部では、例えば日本で言えば中山間地域では過疎が進んでいく。はい。そうすると、人が移動すれば、うん、まあ経済成長ですよって言っても、その移動する球がないと、はい、いうことになります。中国ももうまさにその状況になっていて、はい、内陸部では日常的なインフラサービスをする人、 が足りなくて困り始めてるんですね。これってもう完全に経済があ、いわゆる、まあ、途上段階、発展途上段階、つまり高度成長段階が終了したっていうサインです。はい。で、次に何を目指すのかって言ったら、今度は高度消費社会。はい。つまりはみんなまあまあ稼いで、その稼ぎでまあまあ国内製品を買うと。はい。 これ海外製品じゃダメなんですね、国内製品を買うと、スバル360を買うとか、あるっていうとね、みんなそう、みんなマイカーだと、憧れのクラウンをとかね、そうなっていく中国がですね、こっちのルートに行けるのかどうかが今、分かれ道になってますよね。 えまずは4月の貿易統計の話から、まあ、あ日中の貿易中国経済の行方についてお話いただきました続いて7時の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです半導体設計大手アームがファーウェイとの取引を停止 アメリカのファーウェイに対する金融措置を受けてイギリスの半導体設計大手アームホールディングスは22日ファーウェイとの取引を停止するよう従業員に通達したとイギリス BBC が報じました、えー、日本企業でもパナソニックが自社で措置と対象となる製品についてファーウェイとの取引を中止することを決め社内に通達していると、まあ、この BBC の報道っていうのは夜,夜な日本人が夜中ですが結構大きくね、はい そうですね。ちょっと、長官各社は間に合って長い,い状態だと思うんですけれども、ねはい、これ非常に大きな決断だと思います。うんえー、と言いますのも、これまで取られてきたあ、まあ、金融措置であったり、またそれに対応した、えー、スマホの発売延期とか、はいえー、停止っていうのは、うん、どちらかというと、需要側あ、つまりはファーウェイ製品を、うん、例えば日本国内で、うんはい、またアメリカ国内で使わなくなる。 っていう話。うこれも大きいんですが、はい、一方でこのアームについては、えー、そのスマートフォンの、うん、まあ中にある、はい、その半導体の設計に関して、えー、まあ供給しなくなる。これまでは、まあ、ファーウェイ側から見ると需要を抑えられる対策だったのは、今度は供給に影響が大きい対策になってきたわけなんですよね、はいでえー。実際ファーウェイのスマートフォンですと、ハイシリコン、 という、はいまあ、中国系の会社が主に半導体供給しているんですけれども、うん、この設計の部分でどのぐらいアームの影響があるのかというのは、ちょっとこれから見極めていかなければならないところだと思います。はい、ただですね、これに一連の米国の措置に対応して、<ー>えー、ファーウェイの方は、うん、例えば OS を、アンドロイド使えなくなると。うんはい だから、独自規格に切り替えていく。うん、で、これまでは海外製といいますか、中国以外の半導体も使っていたのを、はいえー、もっと今まで以上に、例えばまあハイシリコンを中心とした、うんえー、中国系の企業の半導体を使っていく。うん、これって、えーま、世界経済で見ると、はい、つまりは米系とか欧米系の半導体技術と OS を使っていく。うん そういうグループと、はい、これがどこまで受け入れられるかわからないですけれども、うん、ファーウェイ OS みたいなもので動いていくい、はいえー、この2つのネットワーク環境というのが、まあ、世界に併存すると。 そうすると各国どっちを選ぶんだと、欧米、えー、そして日本はですね、ええま、これはあの米国、欧米側の企画に寄っ,っていかざるを得ないと思うんですけれども、うん、途上国、例えば東南アジアであったり南アジアそしてアフリカはアンドロイドからこのファーウェイ OS みたいな、えええー、ものにどこまで切り替えていくのか。ええええ 完全にファーウェイ側に乗っかる国がぼっつぼつ出始めると、はい、世界の経済圏が二つに割れるっていうことになるんですよね。これあの、まあ、BBC などの報道を見てると、まだ外伝系が強いですけど、ええ、あの、 スマホの話もそうだけど、このチップというものが、うん、例えば、あの、サーバーの技術などにも使われていると。で、でね、クラウドコンピューティングのサービスを、うん、実はファイオンもやってて、そこの部分にも、このアームの半導体が使われてるから、うん、そこら辺の、要するにデジタル関係全体が2つの陣営に分かれていると、ね、いうことになるわけですかで、そしてですね、えー、中国経済の大きな問題は、中国がもしかしたら中心国の罠。はい。あ 中くらいのレベルの罠と呼ぶんですけれども、これって国が発展途上国から豊かになっていったときに、例えば所得が非常に不平等だと、金持ちはガンガン稼いで海外の製品を買うと。まあ、なんていうか、まあわかんない、ベンツに乗ってロレックス買うみたいな。すごい、あの、ベタですけれども。で、庶民はお金がないので、大したものを買えない。 っていう二極文化が起きると、その国の経済ってそこで止まるんですよね。ああ、海外のものを買うってことは、その分流出しちゃうとそうですね。ですから、まあ、ある意味、海外から稼いで海外に使うんですから、なんか国内関係ないじゃないか。これ、南米がハマった罠なんですね。ああ、なるほど。で、一方で、例えば日本の場合は、そこで、 所得、まあ、一億総中流なんて言われた時代もありましたけれども、海外製品を買うほど、特にあの海外の高級品を買うほどではないんだけれども、うん、国内の商品をたくさん買うっていう消費者が生まれて、<ー>国内経済が。うん、今回の一連の金融措置で様々な技術、はい、ってことは儲かる部分っていうのを、中国は内製化していかなきゃいけない。これはまあ、あの、うん、自主的な選択じゃなくて、えー 国内生産を強制されたわけですよね。はい、これがどっちに転ぶかは正直私、わからないと思ってます。むしろ中国国内で中産階級を育てる機会になるかもしれない。はい、なるほど。これ、そうするとですよ、昔あった関与政策っていうものがアメリカであったじゃないですか、えー、中産階級が育つぐらいに経済が発展してくれば、その人たちが政治の自由も求めるようになるんだと、うん、どうですか、そっちに行きますか、ね。いや、それはいかないと思います。これ、いかないですか。えー これはですね、えー、全くその考え方というのを誤っていて、ええあの、そういった民主主義的な価値観、はいえー、というのを自体があ、ま、それほど重視されないと。うん例えばあ、これはですね、えー、ま、典型的にはシンガポールかもしれないですけれども、経済は経済、政治は政治で勝手にどうぞ、ええ っていう方向に進む可能性も十分あるんですねですからちょっと、まあ、これは欧米のインテリそして日本のインテリ、はい、その亜種である日本のインテリにもありがちなんですけれども、はい、世界が何か単線的な発展段階みたいなのがあるかのように言うんですけれども、はい、どの国も欧米っぽくなっていくわけじゃねえんだぞと、はいえー、それをね、はい、ちょっと意識した方がいいですよね。う では続いてこちらのニュースです今日から欧州議会選挙の投票が開始 EU ヨーロッパ連合による5年に一度の欧州議会選挙の投票が日本時間今日からイギリスとオランダを皮切りにスタートいたします、えー、今回はイギリスの EU 離脱や移民の流入問題など EU の将来を左右する重要な選挙と言われております、えー、投票は EU 各国で26日まで行われ早ければ最終日深夜にも結果が判明する見通しです まあこれ、あの、一方で、ある意味民主主義であるとか、そういう平等とかの極地が、いいヨーロッパ連合だったはずなんですが、はい、えらいし死んでますね。はい、そうですね。えー、これは、まあ、いわゆる、まあ、欧米型のエリートリベラル、はい、とか、まあ、うん、あの、まあ、トマピケティの言い方を使うならば、バラモン左翼っていうん。バラモン左翼新刊ですね、えー。このバラモン左翼のですね、はい。えー、 悪いところというのが非常に出て、えー、いるんだと思いますね。つまりは、うん、国際間で、えー、国境の垣根をなくしてみんな平等にしましょうというのは、うん、例えば、同じフランス人よりも、はい、海外のもっと貧しい人を助ける政策をしましょう、うん、っていうことです。うん、それいいんですか、うん、と。 そしてこれ美しく聞こえるんですけれども、はい、つまりはもっと安い労働力が欲しいですよっていう、うまあ、いわゆる企業側の論理と、はい、その、えー、世界国境のない経済とか、えー、国境をなくしていこうっていうのは、実はパキーンと相性がいいんですね。<laughs> <ん>これを、いわゆる欧米の、まあ欧州のエリートが、はい、まあ、意識してる。逆に、えーえー、実はあの表では、 平等って言いながら、実は安い労働力を確保したいっていう思惑あったのかもしれないですが、それに対して、まあ、意義が唱えられ始めていると。で、これ日本国内での報道も非常に問題だと思うのは、EU に会議的な勢力のことを、何のためらいもなく極右勢力とポピュリズム、大衆迎合勢力って書いてるんですね。いやいやと。 えー、欧州に会議的なら極って言っちゃったら、はい、これって多分あの、多くの人にとって、えーその、欧州会議勢力っていうのを、うんあまあ、EU 会議的な勢力っていうのの性質を見誤らせて、はいる、実際には、いやいやと、はい、所得分配とか助け合いって最初に、うん、まあすごい、えー、ナショナリスティックな、 同じ丸、丸何々人だから、助け合おうぜ、っていうのが、やはり、結局のところ基礎になってるんですね。はい、この、実は、ナショナリズム。同じ何々人じゃないか、っていうのこそが、再分配。うん、えー、つまりは、お金持ちから税金を取って貧しい人を助けようっていう、選択。はいうん、これの、一番のバックボーンじゃないか。 っていうまあ政治学的な研究も増えてきています。はい、うんだからグローバリゼーションとかまたは国境なき何々っていうのが本当に美しいことなのかっていうのを、はい、ちょっと今世界的に振り返らなきゃいけない段階に来てるんじゃないですかね。うん再分配っていう話になればこれは実は左派的な政策ですもんね。そうなんです。そうです極右じゃなくて、うん、左派でも EU 会議論は出てるわけですねそうなんです。そうなんです。むしろ分配に一生懸命なのは、うん、どちらかというと右寄りの政党保守寄りの政党だったり。 うします、うん。おはようニュースネットワークでした。ニッポ放送飯田浩次の O.K. ゴジーアップ。教えてニュースキーワード。七時二十七分になるところです。今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては教えてニュースキーワードです。 トランプ大統領警護あさって25日からアメリカのトランプ大統領来日に伴い警視庁は26日の大相撲観戦やドローン対策空港対策など都内各所で警戒を強化しております令和初の国賓への警護として万全の態勢で臨む構えです まあ、あの、ドローンについてのね、飛行が、についてが昨日は結構ニュースになってましたけれども、まあ、ゴルフ場であるとか、迎賓館であるとか、あるいは海上自衛隊の横須賀の基地であるとか、なんか当たり目だろうと思うことが、だとま、それはそうですよね。 本当ですね、今回の、まあ、国賓待遇での来日もそうなんですけれども、はい、これからあ、日本国内、えー、様々な形で、えー、こういった国際的なイベントが行われていく。うん、まあ、あの、例えば、まあ、この後、大阪でも、はい。G20、はい。g ティがありますし、うんえー、そして、えー、まあ、来年は、オリンピックでございます。はいえー、この国内での警護体制っていうのは、うん、万全を期す必要がある。 だからまあこういった機会で、もちろんあのトランプ大統領自身の警護も重要なんですが、フルスペックの対テロ防止制度っていうのを動かして、正直ですね、もちろんあの各関係部署、すごく訓練はしてるんですが、訓練は訓練。 っていう側面はあるんですよね。やっぱり実際の警護というのを徹底して安全確認というのを進めていくことを通じて、その日本のテロ防止、警護というのを万全なものにしていかなければならない。えー、正直ですね、日本国内のセキュリティとか見ていて感じるのは、 例えばですね、私自身、うん、えー、ちょいちょい霞が関で仕事をしているんですけれども、はい。その霞が関の出入りを見るだに、はい。ん大丈夫かこれ。 って思う建物とかあるんですよね。はいで。私なんかどうでもいいですよ。いえ,いえ、えだけれどもその建物に大臣いたりしますからね。まあそうですよね。確かに、それこそあの、手荷物検査一つとっても、やってるところが、うん、あ,あまり見ないっていう、ね。そうなんですよね。<え>なかなかあの、やはりですね、 こういったところをただ全部で全部の箇所で全ての人を、はいえー、手荷物検査してたらこれは今度は、ね、ビジネスを大きく損なえますじゃあどういう体制にしていくのか、はい、つまりは、えー、ビジネスであったり人の流れを阻害せずにどの程度 安全性を確保する方法があるのかについて、うんはい、実証実験を続けていかなければならないと思うんですよね。あ<ー>しかし今回はもう大、大接、はい、グレート接待みたいな。いや、そうですね。すよねゴルフして相撲を見てっていうね。えー、まあでも、これ、あの、かつて横浜で APEC が行われた時にも、うん、あの、駅からゴミ箱が撤去されて、えー、なんか不便だみたいな文句も上がったりしましたけど、うん、結局、安全を担保するためには、ある程度のこう、不便みたいなものも、 受け入れなきゃならない部分だってあるぞっていうのを今回テストてすぐするなで、えー、さらに言うとおそういった不便の中で、はい、あれ別に駅にゴミ箱なくてもこうすればいいじゃないかとあまたは安全性の高いゴミ箱今あのお、ま、都内を中心またはあの近畿圏を中心にゴミ箱透明になってきてますよねあ確かにそうですねであったりっていうふうにだんだんとみんな工夫していくんですよね、うん、そうかかか透明であれば中身がわかるから そこまで、あの、全部封鎖しなくてもいいとかですね。あの、そういった形で対応策、これって、上が完全な回答を、こうやれば不便じゃないですよって押し切せても、多分うまくいかないんですよ。なんか、各現場で、うわぁ、めんどくせぇなぁ、こうすればいいんじゃねっていうのを積み重ねていく、そういった試みが日本中で始まる、そういったきっかけ、 作ってほしいですよねあそれってでも結構イノベーションの元になったりとか、ちょっとした工夫って日本人好きなんだ気がするんですけど。そうなんですよ。あの、今イノベーションっていうとすごい新発明とか特許って思いがちなんですけれども、はいえー、実際に国の生産性を上げる中核になってるのは、うん、そういう、 濃い技術、はい、とか、えー、工夫ですよね、技術っていうよりう、えー。そういったものの組み合わせ、これが生産性の核になってるんじゃないかと思いますね。え今日のキーワード、トランプ大統領敬語でした。Okay. 時刻は7時35分です。 えー、メールツイッターニュースについて様々いただいております。まあ、ああのー、先ほどね、えー、ファーウェイの話、そしてイギリスの EU 離脱などお話しいただいたところで、バラモン左翼ということになりましたけれども、<laughs> えー、いろいろな反応が来ております。アバオアクーさん、ツイッターです。バラモン、宮下明先生のバラモンの家族しか浮かんでこない。<laughs> これね、このバラモンの一族、バラモンの家族をですね、えー、上げてくる人が結構いて、<laughs> で,で、画像を検索してみたらですね、ああ、そうかと。<laughs> 宮下明先生というと先駆け男仕事です、ね、そうですね <laughs> なんでこんなみんな劇画タッチが好きなんだろう,っていうそう <laughs> あのバラモン左翼 っていうのは、要はですね、左翼が、まあ、インドのバラモンの、まあ、宗教家ですよね。ものすごく権威が高い、偉い人と目されてるんですけれども、のように、なんだかありがたいお言葉は言うんですけれども、生活の役には立ってないことばっかり言う、まあ、左翼。これを、トマ・ピケティは、バラモン左翼と。しいいいうののはは貧ままた経済的に恵れな人生活を 向上させなきゃゃいいいけななのに、はい、お言葉しかくれないじるいうそういったあ、まあ、ところからバラモン左右って出てくるんですよねだから欧州の EU 会議派っていうのはそこからそこが原動力になってきま、ね、そうですね、うんえー、お送りしております日本放送飯田浩二の OK コージアップこの後は鈴木杏樹の「いってらっしゃい」をお送りします今週のテーマ「よく耳にする言葉の意味と語源」についてです OK コージアップ 時刻は7時42分です。お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、日本放送アナウンサーの新庸一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ 日米貿易交渉を事務レベルで協議。アメリカが日本に農産物の早期解放を要求。 日米両政府は日本時間昨日、アメリカ・ワシントンで貿易交渉の実務レベル協議を開きました。アメリカ側は TPP、関太平洋連携協定発行で農産物の対日輸出が不利になったことを問題視し、関税の引き下げなど早期の市場開放を要求。それに対して日本側は TPP 並みの関税撤廃に応じるには、アメリカが自動車など工業製品の関税を全て撤廃することが条件になると主張。依然として平行線のまま協議は 終わりました。いや、TPP 発行で不利になったって抜けたの。お前らいない, <laughs> かい,い。そうなんですよ。ね、<laughs> で、まあ今回のおまあトランプ大統領来日。 の際には、あんまりこれ話題にならないのかなと思っていたり、んうん、あの、つまり先延ばしを先にですね、はい、例えばあのに、自動車に関する追加関税措置、ええええ、もう180日間延期するっていうふうに決めてしまったので、はい、交渉自体がまあ約半年、ゴールが先になってしまった。はい、だからこの事務レベル協議も、ええええ、まあ、言葉るんですが、たるんで、きますよね。<laughs> お互い自分の言いたいことだけ言う,とう。締め切りだいぶ先に伸びたなって。 はい。というところがありますから。はい、なんですけれども、うん、これ、あの、ま、米国側の担当者もですね、はい、わかってると思うんですよね。えー、だって、えー、TPP 抜けたからですよね。<laughs> <laughs> あ<の> <laughs> 全部決まってたのにね、ってうそう。で、そうするとですね、この日米交渉の場合は、どういうふうに、はい、まあ、えーま、実を取るのか、はい、重要で、トランプ大統領としては、 ここで TPP を抜けたけど、うん、TPP より有利な条件を獲得できたぞって、はい、言いたいわけですよね。国内向けに。どういう花の持たせ方をするのかっていうのを、まあ、一生懸命考えているところだと思います。はい、例えば農作物の関税なのか。じゃあ農作物の関税で TPP よりも踏み込む部分。うんえー、そういうところでかつ日本国内の産業に、はい 影響が薄いのに、アメリカ側では、を譲ったじゃねえかと見える。はい、えー、えー、ええー、<で>芸術作品です、ね。そう、芸術作品ですよね。これってやっぱりあの、交渉の面白いところだと思うんですけれども、うどういう花の持たせ方をするのかっていうのを、はい、これ、まあ、正直、日米の事務レベル、双方で考えてるところだと思います。えー、この交渉で、えー、米国側が実を取る、 っっってていいうののはは,い、はっきり言って難しいので,<ー>で実を取りたいのであれば最初から TPP 抜けないっていうのが正しい選択ですから、はいえー、まさにあのこういった形でもう大統領選が動き始めてるんだなと思いますで、えー、このアメリカのトランプ大統領の一連のお施策というのは実は非常に重要な意味を持っていて、はいえー、もう一度お、ま、グローバル経済じゃなくて でえー、自分の国の経済っていうのを第一に考えて行動する。はい、これをアメリカが始めた。はい。で、えー、その影響は大きいと思うんですね。うん、例えばあ、こういった、まあ、ある意味で言うと自国中心主義みたいなのは、えー、極右だとか、ポピュリズムだというふうに言われていたんですけれども、はいえー、トランプ大統領を極右でポピュリズムだっていう声は、だんだんと、はい 使われなくなってきましたよね。そねつまり日本国内の報道では。うん、それと同じで、こういうのも一つの選択肢だ。それが正しい選択肢かと言われると、はい、それは話は別なんですけれども、うんえ、十分にあり得る方向性なんだというのを考えていく必要がある。うん、ですから、これからのお、ま、海外との、ま、経済交渉において、はいえ、自由貿易の価値というのをまあまり高く評価しない アメリカというのは。じゃあそういった中で日本はどう立ち回るのかって言ったときに、はい、これは全くの試験ていうか、私の意見なんですけれども、うん、え私自身はですね、物についてはもっと自由にしていいと。 ものは自由にしていい。ただ、人の動きについては、しっかりとを止めていかなければいけない。え、これ、え、この組み合わせが実はベストミックスなんじゃないかなと思ってるんですよね。ああ。そうすると移民であるとか、外国人からの労働者とか、そういう話になってくる、ねうん、は,はい。それはやっぱりハードルを設け。その一方で、えー、 貿易、商品については、はいえー、自由貿易体制っていうのを維持する。うんうん、これがちょうどいい国境の高さなんじゃないかなと。<ー>えー、これは結構、おまあ、日本、まあ、かつてはやはり貿易で栄え、はい、今は、えーまあ、国際金融、つまりは海外に投資をして、その収益が主な収入源の国であります。はい、ですから、国境をただ 意味なく高くするっていうのは日本のためにも良くない。しかしその一方で、えー、移民であったり、そういった人の流れというのを,を、はい、まあ引き起こしてしまうと、う正直ですね、移民政策で成功した国ってないんじゃないですか。あ,<ー>あ、アメリカか。<ー> <laughs> アメリカですか。<laughs> あのー、まあなんと言ってもね。うんえー ピルグリムファーザーズまあそう、ね、からの、も移民の国そう、あの、成功したからアメリカがあるわけなんですけれどもっていうぐらい、実はレアケースなんだとん、えー。そういったところを注目しなければならない。で、えーま、今日はちょっとこのグローバル化の話題が多くなりますけれども、はい、国境をなくしてみようというのは、えー、聞こえがいい一方で、はいえー、日本の労働者と、ま 具体的に出すと、例えば、ミャンマーの労働者が平等なんですよ、はいえー、平等ということは賃金が同じということですよっていうのにつながるんだっていうのをどっかで頭に入れておかなければならないと思うんですよね。底辺に向けての競争になるてしまうとそうなんです。 ですからあ、やはりですね、確かにあの、海外から安い、または品質がいい、または日本では到底作れないとか、取れないもの、はい、こういったものが入ってきて、経済を活性化するっていうのは素晴らしいことだと思うんですが、うん、人が移動してくるというのは、またこれ話が違うんじゃないかと思うんですね。うん、国内にわざわざこれから積極的に民族的な対立を抱えていこう。 なんでそれをしなきゃならないのかっていうのが非常に、まあ、不可思議な点になってしまうわけですよね、うん、これまあある意味で日本にとっては戦後体制の、うん、に近いと思うんですけど、うん、一方であの,あの当時は あの特に戦後始まった当時ですけども、うん、ブルートウーズ体制で、あの資本の移動もある程度の規制がありましたよね、うん、ここに関してはこれはですね、なかなかあの、えー、難しいものがありまして、うんえー、この国際的な資本移動において、えーまあ、日本はその海外への投資からの収益で食ってるという面がありますので、ですからむしろ。 財とお、まあ、商品ですね。うん、物と金は動かすと。うん、人は、えー、ちゃんと国境線で移動を区切ろうと。これはまあ単に私の主張なんですけれども、どうもその全部壁を作るっていうの、はい、側と、はい、全部フリーにするっていう側の対立になっていて、うん、いやいやベストミックスあるんじゃねえのって思っちゃうんですよね。うんうん えー、今日のスクープアップ日米貿易交渉の話から、まあ、あこの先、えー、世界の経済どういう動きになっていくべきなのかというところまでお話しいただきました「えー、ポッドキャストラジコタイムフリー」YouTube でも配信してまいります番組ホームページご覧ください時刻は7時51分です あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。まあ今日は経済についてというのがいろいろ来ておりますが、えー、もうもうもうさん、えー、GDP、そして消費増税と、計算上のマジックなのに消費増税に神風が吹いたとも言っているという財務省、まるで全てがマイナスなのにと、大本営発表みたいなんですよね、うん、といただきました。まあなんといってもこう締め上げる、緊縮の方にばっかりこう目が向いてる感じで、うん、これ、なんかあの、最近いろんな経済理論出てきてるじゃないか。 今日も日経新聞に載ってましたけど財政出動をもっとやることで、うん、あの経済を活性化させていくっていうなんですか MMT MMT 現代金融理論という風に訳されることが多いんですけれども、はい、この MMT については非常にです、ね、批判側も誤解したまま批判をしていて、うんはい、で主張する側もその主張している人によって で、本来であれば、しっかりと MMT の元の論文であったり本っていうのを読んで、その内容を理解するとですね、そんなに、まあ、大きな欠点があると私は実は思ってるんですけれども、うん、あのその一方で、ただとんでも理論ですっていう批判も、これまた当たらないと思いますね。 うん、まあ、あのーね、財政出動して、まあ、景気を浮揚させるという意味では、うん、ある意味こう、ケインズの経済学であったりとか、うん、あるいは昔、日本がまさにやった経済の。 よく言われるのは理論的に言うと、かなりオールドケイン事案、オールドだから悪いとは言わないんですけれども、うん、伝統的なケインズ経済学の理論というのに、ちょっと近い印象なんですよね。イメージとしてはじゃあ、あの、ケインズ理論というと、ニューディール政策みたいな、うんうん、いろいろ橋作ったり物作ったりしましょうみたいな。で、その中でですね、やっぱりあの、実はあの、ケインズ経済学って、えー どちらかというとアメリカで発展したタイプのケインジアンともう一つはイギリスケンブリッジとか,とかアメリカ国内の一部の大学で発展したポストケインジアンって呼ばれる人たちがいる。 そのポストケインジアンはどちらかというと、ケインズの原点に忠実だったりするんですけれども、はい、そこからの理論的な影響というのが MMT 非常に強いんですね。<ー>なので、どこか懐かしい いい主張だなと思う部分っていうのもあるわけなんです。うん、で、この財政政策をめぐる議論をですね、はい、この反緊縮、つまりはもうちょっと財政出してもいいんじゃないか、またはもうちょっと増税中心じゃなくてもいいんじゃないかっていう声、うん、徐々に大きくなっています、はいで。ですからそういった中で、どういう風に現実的な財政の姿っていうのを示していけるのか、はい、これが、まあ 例えば、批判する側も、つまり財務省を批判する側も、もっともっと財政出動しろだけではなくて、このぐらいだったら出せるんじゃないんですかまたは、維持できるんじゃないんですか借金をっていうふうに、しっかりとおまあ数字で示していく、数字で示していくことで初めて現実の政策論争の 舞台に立てると思うんですよね、えー、単純に緊縮反対だけだと、う、はい、んうん、反対なんですねで終わってしまう、う具体性のある提案、うん、そしてそれによって、人を説得できる、まあ、政治家である、はい、有権者を説得できるような提案っていうのが、まあ、求められてるんじゃないでしょうかうえ。今日もたくさんのメール、ツイッターいただきました。どうもありがとうございました。 お送りしてまいいいりりままままししたたッケーアプお別れの時間が近づいてまいりました、ま、ずはプレゼントご当選の方発表ですはい防災アルミブランケット3人の方にプレゼントです文京区の奈良孝幸さん横浜市野田敦子さん平塚市天谷実さんご当選ですおめでとうございます 明日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。飯田さんありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ来週飯田さん本が出るんですね。あはい、えー、今回、えー、日本史に学ぶマネーのー理論。あ、マネーの論理という本なんですけれども、あの p. H. P. から。はい これあんまり言うなって言われてるんですけど単純に言うとですね趣味の本です趣味の本私自身がですねお金の歴史調べるの好きなんですねあと古銭を集めてたりするのであそうなんですか趣味から始まってそれを経済の特にマネタリセオリー金融理論の話に引き付けてえ まあ趣味の話をしちゃったかな <laughs> なるほどいや趣味人の人多いですね経済学者の方田中英富さんはなんかあの切手集めが趣味なので最近ツイッターで出してますあのー、とか集めすねそうですねなんかね好きなんですよね<ー>で、えー、それと経済を絡めてみました、はい という本なんですけれども、はい、え意外とですね日本の貨幣史を見てみるとちょっと特殊なあそして、えー、ある意味で言うとすごい先進的な<ー>システムっていうのが機能してたりするこういったところを単純に楽しんでみても,おもし楽しんでいただければと思います。あー ねえ小判の質を悪くしたみたいなのって結構あの歴史の教科書と悪いことしてるみたいに出されてましたけどあれってリフレじゃんみたいなそういう話もぜひしていきたいなと, <laughs> いとあとあの再来週あのプレゼント用に何冊か持ってきますあっ、はい、あ,ありがとうございますいいちょっと再来週じゃ楽しみにまあその話もねぜひ歴史をひも解くといろんな経済のこと分かってくるっていうのもありますもんねということでこの時間の相手日本総飯田浩二と明治大学の飯田泰之と新庄一花でしたこの後は「あなたとハッピー」です この後は、書き方正しい。